に囲まれましたフロアで思いっきりこの演技をしてほしいものです。日本女子体育大学の2年生日本チームの中にありましては森尾選手並んでお姉さん選手です。曲は白鳥の湖。ロサンゼルスオリンピックの代表、そして今年のインダーシアードにも出場しました望月。高いコンに回収が入ればラインオーバー、ラインオーバーしましたね。この0.1 をですね、いかに取るかというときにラインオーバーされると困るんですよね。もう最初から10点のうちの0.1取られてますから 9.9 からの回転になるわけなんです。10点の世界水害には決まりました。この世界選手権の直前に先週にちょっと練習を休んだのが響いているようですが、鈴木選手でもよく立ち直ってきましたよ、はい、あの出発前はどうなるかと思ってましたから、よく体力も回復したと思います、はい、お母さんもオリンピック選手、体操史上初の親子のオリンピック選手です。望月典子。最後はどうか。ひねった。2回ひねりです。これがドッペルというかダブル宙返りになるとちょっと変わってくるんですけれどもね。望月典子のゆかの演技でした。さあこのシリーズスローでご覧いただきましょう。このダブル宙返りの時にやはり足は開いているのは閉じる、曲がっているのは伸ばすということがやはり条件なんですね。だからやはり減点対象になりますね。屈伸です。屈伸ですね。これはいいですね。